はい、皆さんやってまいりました、魔法を、信じる会の時間がやってまいりました。今日はですね、みゆちゃんと2人で、まあ、シュート君もいたんですが今レッスンしてるんでね、実はね、やっぱり日本の、マジック業界、そういうものについて、例えばアメリカのマジックがキャッスル側からとか、そのフィズムを考えることね、今フェイスブックで話題になっていることを我々もアメリカのキャッスルの中で話題になっちゃってるんで、ちょっと皆さんにね、しっかりと分かってもらおうと思って、これは真面目な話をして個人攻撃をするわけではないので、しっかりと皆さんに聞いてほしいと思います。とにかく今のマジック業界というのは非常にね、難しい状態です。特に日本はね、経済もせっかく復興してるんだったらマジシャンたちはお金が稼げるようになってほしいと、ね、そのためにプロがどういう立場であるかということを考えて、やっぱり僕らが進めてるのでね、ただどこでも自分勝手でしょってじゃあ何もなりませんから、やっぱりマジックのことを真剣に考えて、そういうようなディスカッションの場を作ろうと思っております。はい、さあということで、大会も決まりましたので行ってみましょう。はい、魔法を信じる会です。はい、はい、結局なんだろうな、僕が思うにはね、ここの問題ってのはフィズムという世界大会があって、それの存在は私は否定しません、これはヨーロッパのやり方だから、ヨーロッパの考え方なんで、ヨーロッパの考え方ってのはフェアじゃなくてもいいっていう考え方があるの、もともとね、だから例えば経済の競争とかそういうことを考えた時でも、ね、例えば日本の製品が良くてあれでも不買運動をしないとヨーロッパの製品守れないでしょとかね、要するにヨーロッパでいろんなことをしなきゃいけないで、例えばフィズムの次の大会は、ね、要するにやっぱりイタリアは俺 の, 後輩の素晴らしい男だから彼のオーガナイザーの土地にみんなやれと命令をするわけだ、イギリスのオーガナイザーは。韓国なんかしょうもねえ国だからって言ってね、あそこには投票するんだと。で俺はその時さすが韓国かわいそうだと思って協力したんだけどね、それさ出る時点でダメじゃん。いやだけどそれがイギリスなんだよ、要するにそれがヨーロッパの考え方であって、イギリスの考え方、勝てる国の人以外は出ても意味がない。そうだよ、だから要するに僕らはね、それのあり方とかそういうことをどう思うかって時に、でもやっぱ最近は審査員制度ってのが変わってきて、若手のやっぱり世界で活躍しているマジシャンたちが審査員をするようになってからね、変わって、そのオーガナイザーが例えば韓国に入れないで誰に入れろと言っても、お前らそこに入れたらね、次からフィズムで使わなくするぞって言っても、みんなショーファーカーとかみんないろんな人間たちは思った通りに UFO 人に入れたっていうのがあるわけよ。それはそうだよ、だからそれでいいわけよ。かといってその、次のさ行っちゃったらそれ関係ないわけだからさ、だからそれはいいんだ全然ね。だから僕はフィズムはどうでもいい、でキャッスルはキャッスルでのあれで大会ではないし、キャッスルに出演することってのはどういう意味があるかってことを考えなきゃいけないし、出演できてるということはやっぱり一流のマジシャンの証明であって、自分たちがラスベガスだとかそういうのお金が大きく入る、もちろんプロの集団だから、そこに対してものすごく大きな要するにアドバンテージを得るんでね、使わなきゃいけない。だから大会ではないことが重要だと、まずそれはね、やっぱそこに出演してるってことは責任がもう生じちゃってるわけだからさ、そうだよ、変なところにさ出てさ、負けたらさキャッスルのだから出れないんだよ、もうその時点でさ、もうなんていうの、価値を落としちゃってることになる、だから勝つ以外ないじゃん、勝つ以外ないがないから、例えばマジシャンオブザイヤーにエントリーされるのでも、例えばデビッド・ウィリアムソンがさシュートとパーラー争ったでしょ、その時にパーラーで負けたでしょ、デビッド・ウィリアムソンは、これもうダメなんだよ、次からエントリーしてもさ、意味はないことだ、ケビン・ジェームスも負けてね、だからマシャオ・ダイヤを取りたいとかそういう考え方があったらそれは出てくるわけだけど、ね、やっぱりそれでも取らない限りは評価されないわけであって、だからシュートはまだ今度レクチャー取ってないけど4つ取ってるからまださいいけどね、さあそこでだ、今日はね変な話だけど、じゃあ日本でもねフィズムの予選っていうのが行われてね、何人か決まったんだけど、非常にもどかしいのが2つあって、1つの要素っていうのは、じゃあ送り出す、ね、送り出すのを先行したで、グランプリがなくて審査員の人たちがね、審査員がこれは良くない、良くないって言ってるでしょ。でもさ、これコンテストであるんだったら、まず重要なのは優勝者に何かの賞があって、選考会オーディションだったらオーディションにするべきじゃないかっていうのがやっぱりそういうのがあるんだよね。でこれはまあ物議かもしなすかもしれないけど、それはいいんだ、みんなその、趣旨があるだろうから、問題はじゃあさ、フィズムに勝てるマジシャンを日本で育てられるのってことそうだよね、だから言いたいことは誰が育てるか、フィズムの例えば変な話だけどね、コンテスタントね、例えば向こうを審査するのはみんなフィズムで勝った人たちが入ってる、例えばダニー・コールスもショーン・ファーカンシもみんなフィズムで最低1位を取った人間で、やっぱりさそういうね、力があると認定されてる人間たちが審査をするんだよ、それ以外にろくでなしも審査するけどね、でもろくでなしがいてもろくでなしをカバーするだけにそういう人間たちがいて、いろんな人間たちが審査をすると、
でその審査の仕方に関しては例えばねネットで書いてあるものではなくてやっぱりその点数制であってその点数がどうで合計の点数がどうだってことだ、うん、だから僕はねくれぐれも言いたいことっていうのはそのフィズムというのはそういうところで審査をしてて万が一フィードバックってさ君はこうした方がいいよとかアドバイスをすることがあったとしたらアドバイスをできる人間揃えてんのみんなね。だけど日本は誰例えば決まりましたと調整するために自分でトレーニングするの無理でしょ自分じゃ無理だと思うよだってさ中国だって韓国だって来るやつはみんな俺に習ってんだよアメリカで、うん、でみんな勝つでしょね。で僕はもう当然当たり前だ優勝請負人だから俺のところに来れば優勝すると思ってみんな来るわけだ、うん、それでこの間も笠君が来て若手の俺に合わせてアドバイス面とかそういうのをちゃんと見てすんごいよな研究が、うん、ね。だからそういうことを考えたりするときに俺たちは勝たせる力を持ってるし俺が教えれば、うん、まあ最低でも1位か2位だったら負けだね俺はね、うん、1位がグランプリだよねそれ取ってるし、うん、ずっと続けてるよね俺ね、うん、だけど守秘義務ってんじゃないけども言っちゃってるけどあるからそんなにね俺から堂々と言えないけどでも言ってくれっていう人がいいんだったら言っちゃってもいいよもちろんそれは将棋だってサッカーだってなんだってみんな俺がそうやって優勝させてるのは当たり前のことで空手だってね、うん、だからそれはなぜかと言ったら俺がそれを優勝できるポイントを知ってるからなんだよ、うん、だからそれでコーチができる問題はだからその人たちがその気になってやる気があれば教えられるだけどハードル高いよ簡単じゃないよ、ね、何時教えて何時じゃなくて言う通りにやらなければ優勝できないし、うん、そういうことができるかと、ね、そうした時に日本の人たちは無理だろうから受けないやな、うん、本当にやりたいんだったらちゃんと習ったらちゃんと教えてしかもの勉強したのは、ね、みんな精神的に弱い子もいるけどなんだかんだ言ってヒューマンにしても何にしてもさ、うんね、ジュニアアチーブメント賞取っちゃったよ取った、ねうん、で簡単な話なんだよだからちゃんと方法を取って方法の道を添えてあげれば取れるだ日本はそれが誰がいるんですかと、ね、だから僕はさ一人の人間を攻撃したくはないんだけど、うん、残念だけどそれについて一番詳しくてフィズムをよく知ってる人間が、ね、日本人じゃない人をさ日本のあれの審査に入れてるっていうところ自体も問題で、うんまあ、安田さんのことなんだけどね安田さんは韓国北朝鮮ね、うん、それに対してのパイプを持っててすごく立派な方だよ、うん、だけど日本の審査ってことを考えたら果たしてどうなんだろうでね、これもある時にちょっとね話があったんだけど日本人とかに対して韓国人中国人はものすごく厳しいからな、うん、フィズムでみんなに言われたよしこれじゃあ韓国頑張ったんだから次は俺テコ入れしようかな日本人をって言ったんだ、はい、まあ気楽に普通のね褒め言葉のリップサービスよ、うん、いや韓国中国こんな頑張れたらもう日本ダメだから俺がやるかないなったら真剣に柳さんやんないでくれって言われたのあ、ね、せっかく、ね、韓国が勝って今度台湾とか中国が頑張ろうとしてるのにあなたに出られたら日本に出られたらもういいでしょ日本はこんなにすごく頑張ってんだよこんだけ成果あったんだかと真剣にリュウチェンに言われちゃってさマジですかマジ、ね、これが現状なんだよ それで大会の話をした時に韓国の子たちだって俺仲いいよねみんなとあなた韓国の子もな俺なんかすごく嫌韓みたいな文章書いてる仲いい、ね、彼らのことは友達だから、うん、で彼らも政治とかする関係なくて友達であれば友達でマジックは数字では、うん、ただねすごく問題になってくるのは大会に出ようで彼らが出る時は勝てる時だから、ね、勝てる時は出て4様状態だところが勝てないと思った時にどうするかって時に出ないか、ね、だって負けたら、ね、軍隊送り行っちゃうわけでしょ、うんうん、でどうしたかってある時に、まあ、トリックっていうところでねマジシャンに出ることを教えてシュートが出るって時に真剣にシュートを殴って怪我させればシュート出れないだろうって来れなくなっちゃった人いたよね自転車それはそれじゃない子ねそれは来ない、うん、それじゃない子別の子でね、うん、そっかって言ったんだよねでガラッと変わっちゃってその話全部聞こえちゃってさ聞いてもう通訳できるやつがいてねだけどシュートって絶対お前より喧嘩強いからお前が怪我するぞっつってやめて出ないことにするのが一番いいよとだからこれ事実なんだよ、ね、だからやっぱり我々が考えなきゃいけないことだから韓国人は悪いとか中国人は悪いじゃなくてそれだけ真剣になってやっぱり自分の人生マジック考えてるときに日本人はどうなんだろうとそこを考えちゃう、うん、だから僕がね言いたいことってのはやっぱりもしかしてフィズムとかにね優勝させたいというねそのアマチュアの願いとかそういうのがあればねそれはもっとどうすれば優勝できるかを研究する人があるしねプロはフィズムに出ることの損得を考えなきゃいけない、うん、だからもう本当に残念だけどフィズムもマキキャスル出ててねフィズムに出たためにそれでもうそのフィズムっていうかその予選で負けたなんて言ったらさ俺アメリカで何言われるか分かんないか出せないもんもそうだよね、うん、それを分かってほしいんだよねそうなんだよねだからやっぱりそういう人ってやっぱり見てると意識が相当低いところもあるからこれはねやっぱり個人的にはちゃんとアドバイスするかどうかは本人次第、うん、別に僕はその人が人生どうなっても構わないんだよね、うん、
さあということでいろいろな厳しそうな意見で語りましたけど、とにかく頑張って皆さんがねマジックで金持ちになること、金持ち頑張ってくださいってことです。それがサクセスストーリーのスタートです。ということでまた来週さようならです。どうも、はい、この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。